はい、レオンです。今回もヴァンガードやっていきたいと思います。これ最初からなのでね、間違いなく。はい、今回ダスハウスアサルト7対7チームデスマッチで遊んでみたいと思います。さっきドミネーションやったんだけど、ダスハウスで5連個タンク、5連個アンチタンクライフル、マックス7かったんですよ。69のもう本当に70ですね。もうちょいで1キリやればマックスなんでね。今回も星野みなみのこの5連個アンチタンクライフル使ってやっていくんで、あれ死んだらもしかして。1キリやれば本当にマックスになるから。あー、なんだこれ、敵これ、あ、出だしが悪いですけど、よしよし、マックスになったぞ。さあ、あれやられた、したくなかったな。そのまま使うんで、ちょっと困る、やりにくいね。サンマシングル後で買おうかな。チャレンジがあるんですよ、サーマシンガンの。リードしてるぞ、この調子だ。あー、成績がなんだこれ、成績がひでえんだけど。リードしているぞ、こっちしょうが。リードしているぞ、優位を保て。5キルか、あぶ、あ、ちょっと変えよう、サーマシンガンに変えるんで。これ何だこれ、 ADS で10キルのやつなんだけど、ちょっと間に合わんな。あ、やりにくいな、とっても。なんだこれ、パーティー入ってない、これ、こいつら。あ、おかしいだろこれ、絶対。この要件が向かっている。ねえ、おかしいだろ。めっちゃ出てるわ。少しでも成績上げないとまずいからね。まだ10キロもいってないの俺、終わってるわ。よし、いいんか。10キロってひでえな、やっぱ血でつまんねえな。あ、でも勝ってるのか。あ、ワマシンまでつないでたけどな。これじゃない？ハイライト。違うか。ADS で10キルやれば、チャレンジが進むんですよ、サムシンガーの新武器のやつが。これで9回目だと思うんで、あ、俺の最後、あ、違うな。選ばれてないな。成績めっちゃひでえな、12キルって。まあいいけどね。これで武器レベル、スナイパーライフルも全種類に、もう全武器、武器レベル最大にしたからね。やったわ。やったぜ、レベル70、5連個アンチタンクライフル、マックスです。やったね。これ、武器変えられないんでしょ？変えられないんですよ、このロードアウトから。困ったもんで、本当に。これ、武器レベル最大になったね。斎藤ですね、最後は。G1L、大型アイアンサイトのセット。
やったね。またスナイパーライフルまた使うからね。はい、以上にしたいと思います。今回のダスハウスのチームデスマッチの試合でこのスナイパーライフルの新武器のね、5連個アンチタンクライフル武器レベル70最大マックスになりましたね。これで全種類の武器 のレベル最大になりました。あとキルストリークはこういう構成で、でシークレットドロップですね。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。